ようこそリーダー挑戦へこの番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています今回のゲストは株式会社マルイグループ代表取締役社長の青井博さんです青井さんよろしくお願いしますお願いします青井さんは1986年株式会社マルイ現株式会社マルイグループに入社 常務取締役副社長などを経て2005年より代表取締役社長に就任されましたマリーグループは全てのステークホルダーと進める競争経営の実践によりさまざまなビジネスモデル革新に取り組んでおられます。ということで一つ目のキーワード能力開発についてお伺いしたいと思います。青井さんが考える経経営営者者にに必必要要なな能能力力と何でしょうか やっぱ決断する力だと思います決断,、うん、決断するためには何が必要ですかね決断するためにはうん一番大事なのはやはり私利私欲を超えて決断するということだと思うんですよね<ー>やっぱりそこに自分の自己本位な利益みたいなものが入っているというと、うん、やっぱりそういうものってこう見抜かれますしそういうものがこう一筋でも入っているとやはり厳しい決断をしなきゃいけないときにやっぱり 納得してもらえない、承認してもらえないということがあるので、うん、そのシルシをこう捨ててこうなんだ徹底してこう考え抜くっていうんですかね。うんえー、それに基づいてこう決断するということじゃないかなと思います。私利、うんうん、シ,シ欲をなくすって難しくないですか。どうされてます。難しいですよね。はいうん、ただ何て言うんでしょうか。まあ私どもはうんすべてのステークホルダーの、うん、こう何て言うのかな。うん 利益と幸せを共に作るって言ってるんですけど、うん、こううちの会社のためにっていうよりはここのステークホルダー関係者、うん、お客様とかお取引先とか、えー、株主の方とか社会どちらかというと外に向かって我々がやってることが、うん、何をしなきゃいけないのかとか、うんえー、そういう,こう外側から見た時っていうのは比較的こうまあなんか 自己中心的というよりはこうリタ的に多分なるんだと思うんですね。うんうん、そういうあの視線目線っていうのをすごく意識しています。決断するために必要な能力って何でしょうね。自分の頭で、うん、自分の言葉で考えるっていうことじゃないかなと思います。うんうん、なんていうのかな、こう借り物借りてきた答えっていうのは、うん、やっぱりうまく働かないというか、うん、やっぱり経営。 の答えって固有その会社ごとの固有の答えであるってよく言われますけれどもやっぱりこう自分で暗中模索の中でこう自分の頭と自分の言葉でこう見つけないと誰も見つけて提示はしてくれないのでこれをやっぱりこう深く考え抜くっていうんでしょうかねなんかそういう力じゃないかなと思います自分の頭で考えるためにどういったことされてきました 対話ですねやっぱりこの人はっていうやはり自分が尊敬できるような友人とか先輩とまあ胸を借りるじゃないんですけどまあ自分の持っていることを話をさせていただいてそれに対してこうアドバイスいただくあるいはアドバイスいただけなくてもこうどういう反応してくれるかによってあなるほどこって。 ではこういうことだったのかとか、うんうん、あこれはちょっと違ってたなとかっていうことってわ、うん、かりますので、うんうん、やっぱその対話じゃないでしょうか、うん。対話をするためには知識とか情報が必要になってきますよね。うん、その知識とか情報はどうやって仕入れてらっしゃいます。うん、そうですね。まあよくあのひ本旅って言いますけども、私の場合は本はすごくまあほぼ毎日読んでいますけども、はいえっと。 特にやっぱ旅はすすごいい貴重だなと思います、うん、例えば3年ぐらい前にそのサステナビリティっていうのを勉強したくてですね、はい、オランダに行って、はいえー、オランダの、まあ、いろんな経営者の方とかサステナビリティのこう担当役員の方にお話を伺ったんですけど皆さん僕はすごい印象的だったのは皆さんこうんかこう人生をかけてやってますみたいな。 でその今で言う、まあ、多分パーパスみたいなことだと思うんですけど、うん、こう自分の人生の目標とその、うん、え仕事の目標会社の目標というのはこう重なって仕事にこう自分の人生が入っているという,、うん、あこうサステナビリティってそういうことなのかと思ってです,、ねうん、すごくこうそれ以来すごくやりたくなって <laughs> なるほど、ね、大学時代にフランスに留学されてますよね。あそうですねはい あの、ヨーロッパの方がやっぱりこう感性的に合うんですかね。いや、そんなことないです。あの。いや、ヨーロッパ好きですけど、同じ旅でいうと、やっぱりシリコンバレーなんかも行きましたし。ああそうですかなるほど。行ってみると、やはり、その、うん、なんていうんですか。こう、起業家とベンチャーキャピタリストと、うん、それから。スタンフォードなんかのこう、うん、アカデミアですよね。うんうん、この。三社がこう、渾然一体になった、こう、いわゆるエコシステムっていうんですか。エコシステムっていうの、すごい、の。 そこからこうすごいこうダイナミックな,な,んてのかな熱気というか活気うん、うん、エネルギーというのはやっぱこう行って体感してみないとこうなんか分からないものなのでこれはもうすごい勉強になりましたね。うんうんうん、興味本位でお伺いいするとその旅っていうの,はその <laughs> 一人で行かれたれチームで研修で行かれるのかどのくらい期間行かれるのかどんな感じの旅が多いんですか僕はどっちかというと一人で,あそで行っちゃう方が好きですね、はい、まあちょっとコーディネートしていただいたり経営者の人に会うためにコーディネートしていただいたり、うん、まあシリコンバレーだったらイうううコンビネーターに参加するとかいった時にコーディネートしてもらったりしますけど,ど、はいはい、基本的には一人で行くのが好きです,、ねはいです。どのくらいの期間、まあ、そんななに長くないですね。 3日4日とかどのくらいの頻度でそういう旅を経過今はまあコロナでいけないでしょうけどやっぱり年に、まあ、できれば1回か2回は行きたいなと結構じゃそのこの期間は旅の期間と決めてでそれでまあここに行きたいっていうコーディネーションしてくれる人を探してそこにこの分野に好奇心を持ったものを行ってみてそ,うで、ね、そこに触れて体験してそれから違う視点を学んでうん、うん、その中から仕入れていくそういうことですね。